はい、ゆうちゃんです。暑いですね。もう汗びっちゃんこです。今回はね、温度検証をやってみたいと思います。ただね、今回は温度計がモニターの親機が1つと、検温する方の方が3つですね。こちらの親機の方は下に外気温も、この検温器、親機自体のも温度が測れて、この親機からもこの3つですね、それぞれ温度を見れると。なので4つ見れるんですね。はい、ということでこれを、キャンピングカー同じ車内でも場所によってどれぐらい温度が変わってくるのかっていうのをね、検証してみたいと思います。検証する場所なんですけども、今考えたのが、見てください、うちのキャンピングカーですね。入っていただくと、これリビングの部分ですね。みんなが、テーブルには今してないんですけど、こうテーブルになります。で、でこの上が、バンクベッドですね。登ってこうね、上の方で運転席の上で寝るような感じになってます。それからキッチンもあるんですが、ちょっと今回はマルチルームとしましょうか。ここね、なんかお部屋があるでしょ。お部屋がありまして、この部屋のね、ドアあります。これ開けるとね、トイレありますんで、ここはね、どれぐらい温度が変わってくるのかなというので、その温度変化を、違いをね、見てみたいと思います。で、親機の方が、親機のこのね、親機本体の温度が 34.5 で、呼気の今ね、これチャンネル3になったんですけどね、チャンネル3も 34.5 と一緒ですね。熱いですね。これがチャンネル3です。で、これがね、またチャンネル変えると、チャンネル1やな、チャンネル1になってますわ。これがね、チャンネル1、チャンネル2、チャンネル3と。で、チャンネル1をバンクベッドへ、それからチャンネル2をここですね、リビング部分ですね、リビング部分のとこに置いておきます。いつもテーブルがね、あるとこなんですけど。で、これがね、マルチルームということで、お借りしてたんで、ね、座布団置いておきました。マルチルームは何て言われるのか分からんけど、ここね、これがチャンネル3です。はい。で、条件としては閉めときましょうね。マルチルーム閉めときます。それからね、窓もね、このちゃんと閉めときます。サンルームとか、なんていうかな、ビニールハウスみたいなね、感じで、どんどん気温が上がらないようにね、こういう風にちゃんと場所ね、日光が入らないようにしておきます。こういう感じで、一応電気も消しておきますんでね。あとは外で外気温との差を検証してみたいと思います。もちろんね、それこれ扇風機、電気切っておきます。はい、それでは参りましょう。はい、じゃあ私、親機を持ってますね。で、スタート時のね、温度が外気温 36.6 で、バンクベッドの温度が 35.8、リビング部分 35.1 で、マルチルームの方が 35.1。 はい、この感じですね。このレースをスタートしましょう。はい、時間がこれでね、時間が13時15分、15分後にしましょうか。キリがいいので15分後にまた測りたいと思います。熱っ。熱中症対策しとかなダメですね。風はね、ちょっとあるんですけどね、何しかまだ日差しがカンカン出ないのに暑いんでね、やばいっす。もうすぐかな。あ、30分になりましたね。13時30分、15分経ちました。どう思われますか、バンクベッド、リビングルーム、マルチルーム、どんな感じの気温になっているんでしょうか。はい、いきますね。外気温が 38.7 度で、バンクベッドの方が 37.4 度、上がってますね。続きまして、チャンネル2、リビングですね。リビング分が 36.6 度で、次にマルチルーム 35.9 度、一番低いですね。マルチルームがちょうどね、このここの扉の向こう側なんですけど、火の当たり方がちょっとね、関係して低いのかなともちょっと思いますわ。はい、でまた次15分後ということでやってみたいと思います。洗車しなあかんですね、これは。お、13時45分そして15分、もう一回経ちましたね。はい、測ってみます。今外気温が 39.1、 上がってますね。まだカンカン出ですわ。バンクベッドの方が 38.4 度、リビング部分が 37.6、 マルチルームが 36.4 度です。はい、14時、えぐ、外気温が 44.4、 めっちゃ暑いです。バンクベッドが 39.3 度、これがなんだこれ、リビングか、ぼーっとしてきました。はい、リビングが 38.6 度、マルチルームが 36.9 度という感じになってます。はい、次さらに15分行ってみたいと思います。強烈。はい、14時15分、お、ちょっと気温は下がってますね。外気温39度、外気温39度で、バンクベッドですね、運転席の上が 40.2 度、リビング部分が 39.5 度で、マルチルーム、トイレですね、トイレが 37.4 度と。
まあね、どれも気温が上がってるで、外気温はね下がったんですけどね、どれも気温が上がってるという感じですね。めっちゃ暑かったですわ。1時間だけなんですけどね、15分おきに撮ってみました。結構ね、温度の方も外気温がねぐっと上がってちょっと下がった感じですかね。はい、1時間分の温度が揃いましたということで、グラフにしてみました。こちらの表とグラフになります。黄色いとこですね、まあ、前回と同じ黄色い太いのはもう気温です。でここの 44.4 度っていうのはすごく、ね、バーンと上がってるんですけどね。で1つ目なんですけど、いいねチャンネル登録お願いします。ちょっと早いですね、早かったかな。で気温はカンカン照りで、日差しの厳しい瞬間があったと、もうね死ぬんじゃないかっていうぐらいカンカン照りやったんです。まあそれでね気温が上がったのかなと思ったんですけど、天気予報で 44.4 度なんてないですよね。そんな気温ないですよね。でも実際の気温ってこんな上がるもんなのかなとかね、インターネットで調べたらちょっと差はね10度ぐらい、やっぱり天気予報の気温と実際の気温っていうのは変わってくるみたいなんですね。あと地面からの距離っていうのもあるんですけど、折りたたみのチェアの上に置いて外気温を測ってたんですけど、外気温は百葉箱のようなところに置くべきだったのではというね、風通しによくて日陰のいうようなね白い箱のね箱の中でね測った方が良かったんかなとか、ちょっとそんな風にも思いましたけど、わかります。で、アスファルトの輻射熱が影響したのかなと。あの駐車場だったんで全部アスファルトです。で真っ黒けなんでかなり熱せられたとは思うんですけど、そういうのがあるかなと思います。 44.4 度は異常値かっていうのなんですけど、ここはね不明です。私には分かりません。まあバーンとねこのとこ上がりましたんで、まあ上がったというとこだけ見ていただいたらと思います。あとここ次、はい、バンクベッド大なりちゃうほど、どういうというかな、バンクベッドリビングルームマルチルームの順番で、逆かな、バンクベッドが一番気温が高くて、リビングルームが 39.5 と1度弱 0.7 度の差をつけて、リビングルームちょっと涼しいと、でマルチルームが 37.4 度と一番涼しかったです。ただこの3箇所の温度の違いが何から来るのかなというとこなんですけど、分かりません、正直分かりませんけど、マルチルームが車体の右側やったんで、2個が当たりあまり当たらずというところがあったのかなと思います。まあまあ理由としてはあるのかなというところですね。それとこの3つの差なんですけど、違いがね、この空間の体積、そのリビングが一番広くって、バンクベッドが一番狭いんかな、空間は。で、マルチルームがという話なんですけど、その空間の体積と温められた壁との接地面積の割合で変わるんかなとね、そんな風にもちょっと思いました。まあ、温められた壁、天井っていうのは、まあ、一番日光が当たってる部分でいうと天井ですよね。天井の面積と温めるべき、温められる空間の体積、体積が多いとやっぱり温められにくいのかなと思いました。今回は驚きの結果ではありませんでしたが、違いを見ることはできました。若干の違いですけど、はい、こんな感じとなりました。分析の方もね、良かったでしょうか。以上、ウエちゃんでした。バイバイ。